アラフィフのゆみみんです。お孫ちゃんです。今日はですね、またまたね、視聴者さんからちょっと美味しいものが届いたんですね。それもこの冷たいクール宅急便で、はい、こちらの方ね、ちょっと紹介しようかなと思っています。なんかいつもね、ダブルさんありがとうございます。なんか美味しいものいただきまして、はい、なんでしょう。結構の重いんですよ。すっごい重いね、箱で。ちょっと賞味期限がすべて7月20日までとなってますみたいな感じ書いてますね。ちょっと見えますか、ちらっと。はい、ここです。こんな感じ。はい、チーズプリンみたいなんですね。すごくないですか。なんかね、まだなんだかわからないでしょ。ちょっと開けてみますね、早速。こんな感じです。じゃーん、すごい。なんかね、いろんな色がなんか入ってますね。じゃあ一個一個ちょっとね、開けてみますね。これ、あ、なんか綺麗。見て見て、すごい。なんかね、2層になってて、これがね、アサヒプリンってなってますね。まずこちらと、あと上にあるの4種類今見えるね。これプレーン、プレーンの、これプリンですね、プリン。はい、プリンです。はい、こちらが2種類目、3種類目、こちらもプレーン。あ、これもプリン、プレーンですね。で、はい、これは抹茶っていうのがありますね。で、実はなんかあっちに移動しちゃった。スプーンがこんだけいっぱい入ってるってことは、まだまだ下になんか入ってそうなので、ちょっとね、見てみようかなと思います。すごい、もう冷え冷えです。ちょっとね、少しずつね、開けていきますね。綺麗ですね、これ本当。なんかグラデーションになってて、深海プリンっていうのね、伺ってたんですけど、まだ深海プリンが出てないってことは、この下にね、多分いると思うんですよ。ちょっと覗いてみます。はい、袋もこんなにいっぱい。はい、沼津、はい、静岡県の沼津のからね、今日は来たみたいですね。じゃーん、あ、箱もいっぱい、こんなにいっぱい台紙が入ってますね。あー、すごい、これ見てください。ほら、こんなに揃っていっぱい入ってますねえ、おいでみこちゃん。ほら、聞いてたんですけど、すごい、これがいっぱい入ってます。あ、あと、あ、なになに、これと塩キャラメルっていうのもね、入ってますね。すごい、ここの上にね、ちょっとなんか2層になってて、ちょっと一個一個ね、せっかくだから。すごい、これほぼね、深海プリンがね、入ってます。ここに青いブルーのやつ。はい、じゃあちょっとね、せっかくだから、これなんか中に入ってるので見てみますね。沼津深海プリン工房っていう風になってますね。ホームページとか、あとインスタが後ろに貼ってますね、こちらの方ね。そうだ、6つのこだわりってなってますね。ここになんかね、お手紙が入ってまして、深海プリン工房の商品の一覧ということで、6つのこだわり。まず沼津の新名物として、新名物は本当、私沼津行った時、こんなね、素敵なプリンなんか見たことなかったんですけど、まあ、お魚がね、お魚料理がたくさんってことで、まあ、プリンの新しい名物として作ってるみたいです。で、一つ一つなんかこう手作りって書いてますね。2つ目、でプリンで深海を表現、これですね、プリンで深海。いや本当、プリンで、青いプリンなんかね、なかなかないですもんね。すごいインパクトがあります。で、4つ目がね、海をモチーフに。はい、もう海がね、海って感じですよね。あと、驚くほど滑らかにって書いてます。あと、余計なものを使わずに安心の国産の材料を使用しているということですね。すごい、はい、いろいろね、なんか種類もね、あるみたいなんですけれども。で、沼津の深海プリン工房とはってなってますね。あ、ここにね、ちょうどなんかね、書いてるね、ここに場所なんですけど、沼津のね、お魚美味しいんですよね、駿河湾のね。じゃあ早速ね、なんかすごいね、青色したプリンだよっていうのを話は聞いてたので、超楽しみです。はい、でね、じゃあどれから行こうかな。ちょっとね、とりあえずこのお店のね、もう名前の通りの深海プリン、はい、はい、
こちらの方をね一緒に食べていこうかなと思っています。これ本物の瓶ですね。瓶でシールがついてて、よいしょ。はい、これ開けてみます。テープがついてます。あ、中はねゼリーですね。ゼリーになってる。しかもなんか海みたいにここ深い色なのに、上から見ると深い色ではないですね。なんかサイダーみたいなサイダーみたいなね香りがする。いい香りね。じゃあこれ長いスプーンでちょっといただいてみたいと思いますまだ食べれませんね。ちょっと、はい、いただきます。青い部分から。ほんと海みたいな、なんか宝石みたいな感じ。あのゼリーなんですけど、ちょっとサイダーのような味がして、シュワシュワ感があるかな。ラムネみたいな感じですね。ちょっと下の方までちょっと刺してみようかな。こうやって、はい、下の方でプリンとゼリーと一緒にちょっと食べてみようと思います。こんな感じ、2層になって、すごい滑らか、おいしい。ほんとね、書いてあったけどプリンがすごく滑らかです。なんかね、注文を受けてから一つ一つ手作りで作るっていう風にね書いてましたね。このなんか暑い夏にね、すごいさっぱりしておいしい他のもいろいろ食べたいんだけど、ほんと塩キャラメルとかね珍しいよ ね。抹茶とかも、抹茶はねなんかね下にねなんか入ってる感じ、下にね黒豆とか入ってますね。これちょっと、そうだ、材料見てみますね。青いやつ、レモンジュース、バニラビーンズ、あ、そうなんだ。で、色は何でつけてるんだろう。あ、色はなんかくちなしでつけてる感じですけど、牛乳と生クリームでできてるねプリンですね。すごい効いてて美味しいです。なんかこうやってね全国で美味しいものをねどんどんねあのご紹介いただいて、こうやってね応援していただけて、本当にねあのYouTube をやっててよかったなと思います。いつもありがとうございます。美味しくねみんなでいただきます。朝日プリンね、ほら朝日のようなねグラデーションが綺麗でしょ。なんだろう、これは寿司みかんだ。あ、そっか、みかんのところもあるのかな。オレンジとかみかんとかです。ちょっとこれもねせっかくですからね開けてみますね。なんかバニラビーンズのね黒いね点々も入ってる。もうほんと本格的な感じ。あ、本当だ、オレンジのねいい香りがします。すごいね香りがしますよ。あー、美味しそう。じゃあせっかくですかね、こちらの方もねいただいてみます。ちょ、上の赤いところから、上の方の層のねゼリーです。これ上は、本当だ、これ多分下がみかんだね。上は何だったんだろう。あ、なんとかみ、上下のみかんなのかな。スタローみかんだって。あとレモンジュースも入ってみた。うん、酸味もある。ちょっと下の方のオレンジもちょっといただいてみますね。みかんだ。ちょっともう3色全部いっちゃおう。はい、こんな感じです。本当にめっちゃとろける、すごい滑らかです。いや、もう本当贅沢です。嬉しいです。皆さんね、もし行った際にはぜひ召し上がってみてください。なんかね、いろんな今4種類あるので、一番のね、おすすめはきっとこちら。なかなか青いね、色なんかないと思いますので、こちらのね、海を思わせる、今ね、海にね、行けない、今年はちょっと行けないかなと思いますけど、こちらのプリンで海に行った気分になってみたいと思います。はい、じゃあ、みこちゃん。あれはい、はい、おいで、はい、食べるよ、おいで、はい、いいねボタンポチしますわよ。はい、おいで。よいしょ。ではこの動画が少しでも参考になったら、いいねボタンをポチ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございました